もッち先生の、もっちり文法。第40回、英語の児童体操の5。語る人は、もち先生こと、もち田哲郎。制作は、東京関口、文法能力開発。今回の内容ですが、はい、ちょっと、 今日から掲載オープニングを変えています英語の自動体の続きで、えー、動詞エディアの自動体それから心理同士の自動体この辺りをお話をしていこうと思いますそれでは始めます えー、小さい字は使いますので、ここからいつもの偽黒板画面に移動します。さあ、英語の自動体、動詞、イディオムとその,とその自動体なんですが、まず、動詞のイディオム、まあ、苦動詞、群動詞なんて呼ばれますが、えー、自動詞プラス副詞でひとまとまりの自動詞になるやつもあれば、二つ目、自動詞プラス前置詞で、これは全体で多動詞になると。それから、 多動詞プラス副詞で全体で一とまりの多動詞。今日ちょっとお話ししませんけど、中には多動詞プラス副詞で全体で自動詞になるものもございますが、今日は使いません。それから、動詞、副詞、全知詞で全体で一とまりの多動詞になるもの。それから、中に名詞が入るものですね。多動詞、名詞、全知詞で全体で一つの多動詞と。例文入れていきますね。 Look out! This house isn't safe.1 番の例です。2番の例が、John looked at the girl.3 番の例が、John called up the man.4、えー、番、I can't put up with that fellow.5 番、Dale took advantage of John.、うん、まあ、look out はいいですよね、えー。女の子の方を見たと。look out は外見ろと。うん。外見ろっていうか気をつけろということですね、これは。 はい、あの氷が安全じゃないったらあの割れそうだってことですね。えー、これだって面、あのまあ、ちょっと立ち寄ったとかってことですよね。で、それから、プットアップウッドは耐える、我慢ができないと。あんなやつもあの我慢がならないと。それが低活バンテージを利用する、付け込むですね。さあ、それで、 今、2番から5番のパターンが多動詞で働いていたわけで、その2から5に関しては自動体の文が作れますよということですね。まず、自動詞前置詞の2番でいきますと、John looked at the girl ですね。で、それが自動体になると、The girl was looked at by John です。この、まあ、look a t を一つの多動詞とみなすと、この The girl というのが目的語で、 それが集合の位置に移動して、The girl was looked at by John っていう文ができるわけですね。次に3番の多動詞プラス副詞を見ていきますと、えー、John called up the man と。で、the man が目的語なんですね、これ。で、それが主語になって、the man was called up by John と。で、the man、目的語だって the man が集合の位置に移動して自動体ができるということです。 次です、えー、っと4番ですね、えー。動詞、副詞、前置のパターンなんですけど、I can't put up with that fellow.、To. I can't put up with that fellow. でこの that fellow は、まあえー、put up with で一個の動詞の扱いになると。で今回は can't がついていて、put up with は、えー、can't と使うこと多いんですけどで、我慢ならない、耐えらんないとで。その目的語は that fellow、あいつ、あの野郎と。で、自動体になると、 That fellow can't be put up with. That fellow can't be put up with. で、この that fellow という目的語が、能動体の目的語が、はい、受動体の主語になるということですね。そして5番の他動詞名詞前置詞のグループ。これ、後でちょっと出てきますが、この名詞の部分が黄色になっている、つまり移動できる目的語のマーキングをしておきました。 はいえー、They took advantage of John. They took advantage of John.、えー、彼らはジョンを利用したつけ込んだと。で今、これ、advantage とジョン、2つあの黄色にしてありますけれども、まずは、えー、take advantage of 全体を一つの他動詞とみなした場合に、ジョン、これが目的語ですよね。でそのジョンが 文章に移動して、ジョン was taken advantage of. ジョン was taken advantage of.、To. こういう自動体の文ができますよねと。ジョンは付け込まれた、利用されたと。で、もう一つの自動体が、アドバンテージは e け込んだ、ジョンと。アドバンテージは付け込んだ、ジョンですね。はい。まあ、ジョンが付け込まれた。ジョン、うん、ですね。ジョンを利用されたって感じですかね。 でこれは、このテイクアドバンテージ自体が、まあ、熟語っちゃ熟語なんだけどもともとこれで VO ですね、アドバンテージが目的語、テイクの目的語ですよね。で、そいつを、このアドバンテージを分と、テイク、わずテイクの分と守護の位置に移動させると、こういう自動体もできますよということなんですね。 で次に行きます。今度は経験者を目的語にする心理動詞、分子形容詞と書いておきましたが、こういうパターンです。まあ、多動詞、SVO ですよね。名詞、動詞、名詞と、はい。で、このパターンでの主語っていうのは、あの原因となる出来事やもの、まあ、時には人を示すってことなんですね。 でこのパターンの動詞を取り出して日本語に直訳すると、何々させるという刺激形が出てくるんですよ。普通は、あの英和辞典で弾きますと、動詞の原型が見出しになってますよね、英語の。で、その訳語、意味を見て確認していくと、通常は日本語の動詞の終止形で辞書に書いてあるわけですよ、意味がね。 だけど、普通の終支形じゃなくて、例えばサプライズを引くと、驚くじゃなくて、驚かせるというふうに載ってると、エクサイトを引くと、興奮するじゃなくて、興奮させるっていうふうに載っているんですよってことなんですよ、これ。はい ですから、経験者を主語にして文を作る場合、日本語では私益系から普通の文に変えればいいんですけれども、英語の場合は、能動体から自動体に変えるということです。ですので、ここのセッションで扱っているわけです。はい。えー、能動体、自動体比べました。えー、名詞、動詞、名詞なんですよ。で、名詞、X、名詞、Y と、まあ、インデックスつけておきましたけど、えっ、ー、と、動詞の前の名詞はもちろん主語なんですが、それが原因と。 で、名詞の右側、後ろ側の名詞 Y ですね。これが経験者。これが目的語になっています。で、この目的語である経験者の方の名詞が分島詞語このうちに移動します。で、元の動詞が B 格分詞になって、目的のあった場所はかけてしまうと。移動などと。そして、Y プラス名詞の形で元の名詞 X が続くと。まあ、続くことがあるということですね。一応、Y 使えます。自動体として Y は使えるんですが、 もう一個こんなのをお示し,しますね。再分析と書いておきましたけどもともと動詞だから自動体にすると B 過去分子になってそれ全体が実語動詞なんだけれども本来はだよでバリも使える人ただ実際これは B プラス ED 系の形容詞とで ED で終わる形容詞というふうな形で再分析されていますつまりこれはもう文形で言 SVC の文形としても定着しているわけですね で今前置詞プラス名詞って書いておきましたけれども、ここです。で、前置詞という書き方をしているということは、倍以外の前置詞が普通に使われるということです。だからもともとは、能動体の動詞から、あの文からあの、自動体文ができるっていう形で生まれた公文なんだけど、現実、現代英語の現実としては、SVC 公文として EDK が保護に使われているということなんですね。 もともとは、あの前に自動車他動車の回でお話をしましたけれども、やりてやられてる関係で、あの動作種が主語で、その影響を受ける対象が目的語っていう力関係が、英語の SVO には典型的にあったと、だから原因が働きかけて結果を生み出すと。 いうこと、で言うと、まあ、感情を表すような心理の動詞でも、この構文になっていて、で経験者が死語の時は自動体っていうのは、英語のシステム全体で考えればいにかなってはいるんだけれども、うん、ただ、あの現実としては、それがもうすでに SVC という形で再分析されてると。うん、これ、後でちょっと見てもらいますけど、明らかに普通の形容詞になってますあの、使う側の使い勝手としては。はい後でご覧に入れます。 で、今申し上げた通りで、このような分を自動体にした場合、倍以外の前置を使うことがありますよと。で、この段階でも自動体ではなくて、数分 C の分に変化していると考えていいでしょうということなんですね。で、どんな前置を使うかということなんですが、何でもいいのではなくて傾向がありますよと。え瞬間的な気持ちの変化に対しては、その原因をアットで表すと。 瞬間なんですよ。はって息を飲むわけですよ。あっと驚くって言いますけれども、そんな感じ。だからサプライズとか、驚きを表すようなときには瞬間的に変化しますよね。逆に、喜びのようにじわじわ来るもの。よくあのオリンピックで優勝した人が金メダルもらった瞬間は実感が湧かないとおっしゃってるじゃないですか。うん で、その後からテレビ局を追い,追いかけ回して、夜中とかにスタジオを呼んだりすると、わじわこみ上げてくる感じを語ってくださるけれども、うん、あれですよね。それは一緒にってう意味でよく使うのと同じ意味の with ですよ。あとはね、のめり込むとか、はまるとか、そういうものを表すときに、in なんかも出てくるよと。さあ、そうするとね、SF は自動体じゃなくて SVC なんだってことになると、能動体の関係のままでも SVC が使えるといいよねと、そういう気持ちを抱いていますって状態でね、うん、そういうのあるんですかと、あるんですよ。うん、イング形にするんです、はい。これですね、名詞プラス B プラスイング形容詞と、で2名詞がつくと、元の主語の名詞 X がそれは主語原因で,で、元の目的語だった名詞 Y は2をつけて必要な動きと補うと。 いうことですねこんな形ができるとで何度も言っている通りこのパターンで使われる語はすでに完全に形容詞化しているんですですから監視形容詞名詞の構造規則に従って名詞のまとまりを作れるとでその時に名詞の前にその EDING の形容詞が置けると 逆に普通の分子のように、イング系が未完了、過去分子が完了というふうな意味の差はないんですね。まあ分子の話をもう少し後で分子の回でやりますけれども、本来現在分子が未完了、過去分子が完了っていう意味があるんですけど、そういう対立はもはやここに、例えばエキサイティングとエキサイテ e d の間にはないということなんですね。はい。ただから元の動詞の能動自動の関係での使い分けっていうのは、 有効だだし必要理解に必要だと思うんですただこれらの ED イング系は完全に形容詞化しているので目的語が欠け,けてるかどうかっていうことで使い分けの基準にすることはできないんですね。というのはイング系の方もあの形容詞化しているわけだから先ほど見てもらった通おり2が必要なんですよ元の目的語は名詞 Y ですよね。 うん。だから、目的語のろかける意味じゃ判断ができないんです。はい。例文ですね。はい。えっ、ー、と、こま、あここは、あの、過去分詞だったものですね。状態だったもの。They were amused at his joke.I was surprised at the sight.The baby was amused with a new t o y w e are very pleased with a new house. これ、very ついてますよね。 とても気に入っています。p、ま、l、あ、please do を就職する very。つまり very という定度の形容詞が付けられるということはもう完全に形容詞化しているということですよね。The boys were absorbed in their games と夢中になっていた。え次のページを今度は EDK のもの、イングのもの中心ですね。The lecture was boring と。公演は退屈だったと。 A trip、uh, in hot air balloons sound very exciting. これはの本来 was very exciting だったところの was が話に聞いて楽しそうってことなんで、サウンドに変わってるということですね。ここも very がついてます。それから、the weather, is,、uh, the weather this summer has been very disappointing. この very ついてますね。it is surprising that no one has objected to, to the plan. これ、イットだというの形式指語になっていますけど、うんまあ、そのイットイコールザット説の内容がお驚きの原因だと。スポーツはイントラスティングトゥミート。スポーツは彼の興味をそそると、うん。それから名称を就職するものを挙げておきました。例えば、they had a satisfying sense of working towards a common goal と、えー。共通の目的に向かって頑張っているという難足感、satisfying sense ですね。 The surprising thing was that no one was killed in the accident. 驚いたことにその事故で一人虫が出なかったと、うん。つまりざっと以下のことが驚きの原因なわけですよね。An excited, excited crowd awaited the arrival of the famous rock group. 興奮した群衆が有名な r o c グループの到着を待ち受けたと。うん、An excited crowd クラウドを就職するわけで、クラウドさんたちが興奮しているわけですね。 This is an interesting social phenomenon to me. これは私には興味深い社会現象だと。The disappointed young man began to complain.、えー、落体した若者、young man を就職する disappointed ですね。で、その若者が文句を言い始めたと。こういう感じになります。ということで、今回はここまでです。 で次回は漢文の受け身文を使っていこうと思います。もっち先生のもっちり文法第40回、英語の児童体その5、おしまいです。次回お楽しみに。